皆さんこんにちは、奈良岡ニコです。今回の動画は最近の購入品紹介です。購入したのはこちらです。じゃん、こちらのウタエットです。だいぶ前からね発売されてる商品らしいんですが、テレビ見てたら深夜の、通販番組で紹介されてたんですね。それでまんまと、あ、いいなと思って買っちゃいました。ただ通販で買うより、ネットで検索したら Amazon の方が安かったので Amazon の方で買いました。値段いくらぐらいだったかな、3000円ぐらいだったと思います。どういうグッズかというと、ウタエットということで、ウタプラスエットはダイエットらしくて、歌うことで、ダイエット効果も得られちゃう。そしてここにね、ボイトレっていう風に書いてありますけど、ボイトレができる、で歌が上手くなるというグッズです。もう一石三鳥という感じですね。でこのアイテムはですね、消音機能がかなり優れていまして、なんと 70% も音の大きさをボリュームダウンしてくれるらしいです。私はね、歌うことが大好きで、カラオケも大好きだし、 YouTube の動画の方でもね、鼻につく歌ってみたっていうシリーズを出してるぐらい歌うこと大好きなんですけど、私は賃貸のお家に住んでいるので、やっぱりね、お隣さんへのご迷惑にならないかなとか、深夜にね大声で歌ってたりしたら、もう隣の部屋のやつやべえやつ住んでんじゃんって思われたくもないので、まさにこういう周りのことをね気にしないで大声で歌えるアイテムあったらいいななんてちょっと思ったことがあったので、まさに私のための商品なんじゃないかなと思います。じゃあ実際ね、どんな感じか使ってみたいと思います。あ、しかもここになんかね、グッドデザイン賞取ってますね。これ出すとこんな感じです。見て、ラッパメガホンみたいな感じです。そしてこのチューブ、そしてイヤホン、耳にこうつけられるもの、あとはこの説明書がついてます。使い方としては、このイヤーパッドをまずこのチューブにはめ込みます。でこの先端逆側をこういう風に取り外してできますね。ここにもう一方のチューブを通して熟しつきました。でここをまたくるくるっとね止めて、組み立て終わった。組み立てるほどのあれじゃないんですけど、これでウタエット完成です。これをね、耳に引けるんですけど、こっちかな、左耳になるかな、こうだったら。そうだよね、なんかテレオペの人みたい。あ、なるほどね。チューブを通して自分の声がすごくよく聞こえますね。昔子供の時よくやった糸電話みたいなことですね。糸電話をしてるような感じです。ここがね結構フィットしますね。こうやった時に、この素材がなんかシリコンみたいにこういう柔らかい素材なので、あ、でも化粧落ちるね。じゃあこれぐらいね、ちょっとカメラとの距離を取った状態で気持ちよく歌ってみたいと思います。では私のお箱を歌いたいと思います。いきますよ。絶好調真冬のこいつスピードに乗って急上昇熱いハート溶けるほど恋したい。気持ちいい。今ここで歌ってたボリュームと自分的には同じボリュームでちょっと歌ってみますね。絶好調真冬の恋スピードに乗って急上昇熱いハート溶けるほんの恋したい。どうでしょう、猫がびっくりしてます。全然聞こえ方違くてびっくりした。全然違うね。音の聞こえがもうすごく少なくなったように感じますね。すごいわこれ。しかも歌ってる時の声の聞こえ方が、そのこのイヤホン、イヤーパッドがあるおかげで自分の歌がすごく上手に聞こえるんですよ。なんかね、お風呂で歌ってるみたいな感覚かもしれない。なんかカラオケに行ってやっぱマイクを通して歌う時すごく気持ちいいじゃないですか。エコーとかもね多少聞いてるから、地声でこの何もないマイクがない状態で歌う時のこのアカペラの時よりもカラオケが気持ちいい理由ってそこだと思うんですけど、それと同じような感覚が得られます。だからめっちゃ気持ちいい。
し、近所迷惑にもならないし、いいかもしれませんね。ボイトレ的なあの使い方が確かにできるなと思いました。だし変にね、喉を使った歌い方しなくても、そんなにいっぱい大きい声出さなくても、結構自分のこう耳から入ってくる音はすごく大きく聞こえるので、なんか喉を痛めないような歌い方を習得するのもできそうな気がします。いいね。システムとしてはほんとシンプルな糸電話みたいなことなんですけど、ほんとシンプルな作りなので不思議、思ったよりすごい高性能というか、あ、面白い商品だなと思いました。はい、ということでこの歌えと想像してたよりも楽しいグッズです。はい、まあ今ねちょうどね引きこもり期間、皆さんもね楽しんでるんじゃないのかなと思いますので、これ楽しいです。お家にいて、まあ、カラオケみたいなね、 YouTube とかでよくカラオケの動画とかあったりするじゃないですか。あれ見ながら自分で一人カラオケみたいなことを私ねたまにやるんですけど、ご近所さんのねご迷惑にもならないかなと思いますし、すごいいいかも。ボイトレにもなるし、この歌えっとは今の時期にぴったりだと思います。はい、これで私はね気持ちよく歌いたいと思います。はい、ということで、まあ、パッと見メガホンなんですが、いい感じのナイスなアイテムです。よかったら皆さんもチェックしてみてはどうでしょうか。はい、ということで最後まで動画見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録や Twitter のフォロー、 Instagram のフォローなんかもしてみてください。奈良岡仁子でした。バイバーイ。